ビワ。ビワ、ビワ、特に日本のモノワは、東アジアのユーザーを、竜と属弦楽器の一つ。弓を使わず、もっぱら弦を弾いて、音を出す、発言楽器である。古代において四弦系、曲系、ビワと五弦系、自家系ビワがあり、後者は伝承が廃絶し使われなくなったが、前者は後に中国及び、日本においていくつもの種類が生じて発展し、 多くは、現代も演奏されている。ベトナムにはおそらく秋夜に伝播した四弦銃、数柱のものが伝承され、ダンティバと呼ばれる。なお、講義には、玄関や月金などのリュート俗弦楽器も琵琶に含めることもある。四弦系、極系琵琶は、西アジアのウード、ヨーロッパのリュートと共通の起源を持ち、形もよく似ている。すなわち、 卵を縦に半分に割ったような形の共鳴道に、竿をつけ、糸層、ヘッドが、ほぼ直角に後ろに曲がった形である。五原形琵琶は、インド起源とされ、糸層は曲がらずまっすぐに伸びている。小層院に、唯一の現物である、ラデンシタン五元ビワ、ラデンシタン五元のビワ、図参照が保存されている。実物は現存しないが、サーサーンアンアサ。 ペルシア遺跡から出土する工芸品の浮き彫り装飾などに、美ワ様の楽器がしばしば見られる。糸像が後ろに曲がり、多くはバチを持って断層されており、この、と呼ばれる楽器が四弦形ビワやウード、リュートの祖先とされる。これが中国に伝播したのは、前漢の頃である。現存する、世界最古の四弦美ワは、今のところ焦燥院に保存されている数面の美ワで、あると思われる。 いずれも奈良時代のものである。また楽譜も小僧院、および遁光から発見されている。現代中国語では、ピーパと発音する。ビワという言葉は、五感の王、小、風俗通正音編に見え、また、尺名尺楽器によれば、この楽器で、馬上で演奏するものであるとする。ビワがいつ、中国に伝わったかは明らかでないが、精神の風言、ビワ譜、諸楽器および、 通り天が引くの伝える伝説によると、旗の時に万里の頂上を築く労働者が演奏したとも、全館のウソン講師が馬上で演奏できるように作ったとも言う。しかし、その記述からすると当時、琵琶と呼んだものは、今の琵琶と異なり、厳美なに当たる楽器だったらしい。北紀時代の頓庫抜硬屈壁画に五弦の琵琶が描かれており、現在につながる琵琶はこの頃、 中国に伝わったもののようである。当時代の琵琶は、現在の日本の楽琵琶とほぼ同じ形をしており、音楽理論が整備される中で、超弦法も多数定められ、様々な合奏にも用いられ、寄付法も確立し、宮廷音楽から民間音楽まで、合奏、独奏、歌唱の伴奏と広く愛好された。白、巨いの詩琵琶行は有名であり、八木ヒもよく、 琵琶を演奏したと言われる。新台に使用された琵琶は東代までのものとは異なり、日本の妄想琵琶にやや近い形をしており、原数は変わらないがフレットはずっと増えて十四個を備えていた。バチではなく、ヘラ状の技巧をピックで断奏する。江戸時代の文政頃、月金や古金等と共に、日本に伝来、明治初年頃まで民進学として流行した。 現在も長崎に伝承され、東美琶と呼ばれている。以後も中国ではこの形のものを使用しており、民間歌謡の伴奏を主にしていたが、20世紀に入り、流天下、二子、美琶演奏家、作曲家、1895年から1932年、らにより、独奏曲が作られ始めた。さらに1950年代にこの美琶を改良して、現在の美琶が作られた。 現代の琵琶は4本の金属弦を持ち、31個のフレットで半音階を演奏できる。ギターの奏法が取り入れられ、断奏には右手の全部の指を使用し、爪かぎ爪によって音を出す。古い時代の琵琶の楽譜としては、トン文書 P3808 の理面に記された10世紀以前の楽譜、25曲と日本に残された楽譜がある。 ベトナムのビワであるダンティバ、N、ダンは弦楽器であることを表すは、木製で、なし型、4本のナイロン弦、以前は、剣士を持つ。演奏する際にはほぼ垂直に構え、左手の指で頻繁に音色の変化をつける。かつては、宮廷で演奏され、現在も、笛の光宮のベトナムの画楽において演奏される。TBHNH は、 カーチューという合奏の代表曲である。琵琶は7、8世紀頃、中国から日本に入った。長奏院の宝物として、伝来当時の琵琶が残されている。半壊の扇もしくは、胃腸の葉の形に似た鉢で、弦、弦を断奏するのが特徴。五弦琵琶、楽琵琶、平家琶、妄想琶、琵琶、薩摩琵琶、前琵琶などの種類がある。 それぞれの楽器は特有の音楽を持ち、その世界の中ではターンに、琵琶と称される。またこれら一種の琵琶同士が合奏されることは、まずない。また、琵琶を主体とした音楽を、琵琶楽と総称する。五弦琵琶は、奈良時代より中国から伝来した、聖武天皇に献上され、その後、正奏院に収められた、ラゲンシタン琵琶は、 世界に残る唯一の古代の五弦琵琶である。この五弦琶は南インド産の下にラベンザイクを施したもので、インドから中央アジアの記事国経由で唐に入り、日本にもたらされたとされる。五弦琶が他に見当たらない理由として、音域が四弦琶よりも狭く、演奏法も難しかったからだと言われる。学琶は雅楽で両弦と呼ばれるもののうちの一つで、還元。 サイワラに用いる琵琶である武学では通常用いられない。標準的なものとしては日本の琵琶の中で最も大きく、奈良時代に伝えられた東代琵琶の形をほとんどそのまま現代に伝えている。バチは逆に最も小さい。現在は合奏の中で分散和音を奏しながらリズム的に支える役目をしている。かつては独奏曲もあり、琵琶の三大飛曲として、 こ誠みさを、卓牧、流線などが知られたが、現在に伝えられていない。また様々な技法も存在したようである。しかし、これらの曲の楽譜は現存しており、宮内庁楽部学長、大野忠丸によって復曲が心を見られ、演奏の録音も行われた。古くから愛された楽器で、文芸作品にもしばしば登場する。きびまきび、せみ丸、ひらつねまさなど名人。 名手と言われた人も多く、また多くの名器が伝えられている。おおらかで豊かな音色を持ち、後世の庶岩との大きな違いは、他の楽器との合奏に用いられること、調ごとに調弦法が変わること、触りの機構がないこと、左手の大弦が、柱、フレットの間で弦を押さえる張力を変化させて、音程を変える奏法がないこと、また小指まで使用すること、などである。 平家琵琶は楽琵琶から派生したもので、楽器は楽琵琶とほぼ同じ作りだが、小型のものが好まれる。バチは逆にやや大きく、先端の開きが大きい。平家物語を語る時の伴奏に用いる。平家琵琶を用いた、平家物語の語り物音楽を、平曲と呼ぶ、薩摩琵琶、筑前琵琶にも、平家物語を題材とする曲が多数あるが、これらは、 近世以降に作られたものであり、音楽的には、閉曲とは全く違うものである。伝承によれば、鎌倉時代の初め頃に、小仏という盲人音楽家が始めたとされ、曲折には、仏教音楽である商名の影響が見られる。後、南北朝時代の盲人音楽家、ジョイチとその弟子赤四県行各二1299年から1371年が、改変。 整理し、市方流を創始した。一方、上弦が創始した、八坂流も生まれる。室町時代には、能楽と並び広く愛好され、中世日本音楽の代表的存在として並び、称される。江戸時代初期には、前田兼業により前田流が、旗の兼業により旗の流が生まれ、前者は江戸を中心に、後者は京都を中心に行われた。演奏は、 遠道座に属する盲人音楽家により占有されていたが、江戸時代には、西岸の奏者も現れた。しかし地唄や浄瑠璃などの三味線音楽や、奏曲の発展と共に次第に、下火となり、旗の流は断絶、前田流は、江戸時代中期に、名古屋の奥義の権業によって中興し、この流派の実が、今日まで名古屋と仙台に伝えられている。演奏者は、非常に少ないが、 稀に、鈴木、筑部と茂で、ナスヨイなどを聴く機会がある。画楽と平曲は絶対音高の音楽であるため、楽琵琶と平家琵琶は絶対音の楽器であり、相対音高の音楽である、近世以降の琵琶楽と異なる。シャミの素形が日本に伝来した時、これを初めて扱い現在に近い楽器に改良したのが平家琵琶の演奏家たちであった。 そのため、琵琶と同じように三味線をバチで弾くようになった。ただし、琵琶と三味線では、バチの形状や持ち方に違いがある。また三味線は楽器のみが伝わる楽曲は伴わなかったため、彼らにより新曲が次々に作り出されたが、その際にも、閉曲の音楽的要素がいろいろ反映されている。妄想琵琶は仏教儀式に用いられたもので、盲人の僧侶が、この 琵琶の伴奏で教問を唱えていたとされるが、娯楽的な音楽もある。その起源は奈良時代に求められ、早くから妄想の組織が作られていた。セミマルもその一人と言われる。大別して薩摩妄想と筑前妄想とがあり、室町時代から江戸時代にかけ、平局の座頭組織である東道座と対立した。薩摩妄想琵琶から薩摩琶が派生し、また、 薩摩マビワ及び、シャミ音楽の影響のもと、明治20年代に、筑前妄想ビワから、筑前ビワが派生した。妄想ビワには、一定した性がなく、いろいろな形が見られるが、学ビワの系統とはやや異なり、近世中国のビワに似ているものが多い。細身のものが多く、特に細いものを笹の葉に見立てて、笹ビワと呼ぶ。筑前ビワでは5弦、薩摩マビでは4。 または五弦の琵琶が使われていたが、薩摩系の上洛院流の伝書、琵琶由来記によれば、妄想琵琶の柱は古くは六弦六柱だったものを、四弦四柱に改めたとあり、上洛院には六柱の琵琶が保存されている。六には六原蜜、六観音など、仏教の名数としての意味があり、六柱琵琶は仏具として、すべての妄想琵琶に使われていたと見られている。 薩摩琵琶は16世紀に活躍した、薩摩の妄想、淵脇良公が時の領主、島津忠義に召され、命を受けて、武士の指揮工場のため、新たに教育的な歌詞の琵琶歌を作曲し、楽器を改良したのが、始まりと言われる。これまでの妄想琵琶を改造し、武士の倫理や戦記、合戦物を歌い上げる、有猛豪壮な演奏に向いた構造にしたものである。妄想琶では、 柔らかな材を使うことが多かった銅を固い創生に戻し、鉢で叩きつける打楽器的奏法を可能にした。鉢は大型化し、しゃもじ型からセンス型へと形態も変化した。これにより、楽器を立てて抱え、横に払う形で鉢を扱うことができるようになった。江戸時代には、木崎が弦合戦などの合戦を除した曲が作られて、次第に盛んになり、やがて武士だけでなく、 町民にも広まった。こうして豪険な、四風、琵琶という美な、町人琵琶の二つの流れが成立する。江戸時代末期に、池田神兵衛が、両派の美典を一つに合わせ、一流を成し、以降、これが、薩摩琵琶として現在まで続いている。薩摩出身者が力を持っていた、明治時代には、布告強兵政策とも相まって各地に広まり、吉村武辻安武、 西光吉、吉水金王などの名手が輩出した。また、明治天皇が終生愛好し、明治十四年五月に元薩摩藩主、島津忠義邸にて、西光吉が午前演奏をしたことから、社会的な評価がさらに上がり、やがて、筑前琵琶と共に、宗家の琵琶説はスメラ向きにしか演奏しない、乙女芸となった。また、長田金心が出て、 洗練された都会的で遠礼な芸風を特徴とする、西木新流を打ち立て、これが評判となり、全国に普及した。さらに昭和に入ると、水道金城が、筑前琵琶の音楽要素を取り入れた、西木、琵琶を創始した。楽器も筑前琵琶を取り入れ、五言五柱を持つよう、改良された。その後、水道金城と同じく西木新流から出た、鶴田錦氏が五言五柱を、 さらに改良するとともに、音楽的にも、新しい分野へ飛躍させた。それまで語りの伴奏として用いられてきた琵琶に、気楽的要素を置き取り入れ、語りを伴わない琵琶演奏、西洋楽器や、これまで競争することのなかった他の和楽器との合奏、また西棋神流を基礎とした琵琶歌の改良、など斬新なアプローチを行った。鶴田錦氏の流れを組む一派を、鶴田流あるいは、 鶴田派と呼び、近年発展している。当琵琶は、新代に民間で流行した琵琶で、その楽曲、進学や月金等多数の楽器と共に、文青年間頃日本に伝わったものである。当琵琶とは日本での呼び名で、当代の琵琶とは大きく異なるので注意が必要である。細身で、銅は層の材が表面にまで出て、枠となり、 そこに表板をはめ込む形をとっている。これは妄想琵琶の多くや畜前琵琶と共通している。弦は4本、フレットは14個あり、鉢ではなくヘラ状の技巧を用いて断奏する。主に新大の民間楽曲、新楽を他の楽器と合奏する。著名な曲としては、旧連冠、ジャスミン、水仙下などがある。 神学は以前に伝わっていた民学と合わせて民神学と呼ばれ、幕末から明治初期にかけて流行したが、日清戦争の頃急速に下火となり、現在ではわずかに長崎に伝えられている。筑前琵琶は明治時代中期に立花地帝が薩摩で薩摩琵琶を研究して帰り、筑前妄想琵琶を改良、新しい琵琶音楽を作り出した。 琵琶奏者の鶴崎健城や吉田武子が、この新しい琵琶音楽を広めるのに一役買った。明治二十九年、立花の友貞は、東京へ進出し、演奏活動を開始して、注目を浴びた。そして画号を、朝日沖菜と号し、筑前日は立花流を奏し、明治天皇御前演奏をするなど、急速に全国に広まった。立花流は奏者である初代朝日沖菜の没後。 立花海と、朝日海の2杯に分かれ現在に至る。また吉田武子の門下から高峰畜風、高峰三重子の父が出て一世を風靡したが、後継者が泣くその芸風は途絶えた。筑前琵琶の音楽は、薩摩琵琶に比べ曲風が穏やかであり、楽器、バチともやや小柄である。銅の表板は霧に変わり、音色は薩摩琵に比べ柔らかい。長弦も三味線に順ずるようになった。 女性奏者に人気が出、娘琵琶としても流行した。また一時期は、下流界にも、琵琶芸者なるものが存在した。薩摩琵琶では、歌、語りと楽器は交互に奏されるが、筑前琵琶の音楽には、三味線音楽の要素が取り入れられており、歌いながら、琵琶の伴奏を入れる部分がある。著名な曲としては、小水渡し、道館、技士の本会、厚森、本能寺、 石戸丸などがある。筑前琵琶の種類は4弦と、4弦より大人気をより豊かにするために、初代朝日沖なとその実施である、立花のアキラスを数用によって考案された5弦があり、5弦の方が、全体にやや大きい。バチ五5弦用のものの方がやや開きの幅が広く、いくらか薩摩のものに近い。柱はいずれも5柱、4弦5柱、5弦5柱。このほか、 高音用の、小弦、低音用の、大弦も作られたが、一般的に普及はしていない。古典的な楽曲だけではなく、独奏、合奏ともに、様々な作曲が試みられている。古典のスタイルにのっとった新作もあるが、特に打楽器的効果の強い薩摩びわは、しばしば現代音楽にも用いられる。竹光徹りの、ノベンバーステップス、エクリプスなどが有名。 この他、和楽器オーケストラの中で、薩摩琵琶や筑前琵琶が一から二パートを受け持つこともなくない。また、楽美和では、新作画楽曲のパートとしての演奏のほか、奈良時代の楽曲の復元演奏なども試みられている。妄想琵琶、薩摩琵琶、筑前琵琶は、高いフレット、柱と称するを持つ。それだけ弦を押し込むことができ、聴力を変化させることにより、 音程を調節できる範囲が広い、柱によっては、超三度間。中国の美和がフレットを増やして、楽器としての機能向上によって表現力を高めたのとは逆に、日本の美和はフレットを増やさず、場合によっては減らし、その分演奏者の技量をできるだけ活かして、微妙な演奏を行うことを好んだ。また、中国美和が金属弦を取り入れているのに対し、日本美和は、 剣士の繊細な音色を大切にしている。一方、ルートがバチを捨て、死闘で弾くことから多音性を発達させ、弦数も増えていったのに比べ、日本のビワは逆にバチを大型化して一音に全てを、米、また打楽器的効果を持たせた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。